ユリウス・フチークは、ナチス・ドイツ占領下のチェコスロバキアのジャーナリスト、共産主義者。ナチスによって、習慣、拷問され、処刑された。講師代からのレポートが有名。1903年、プラハで労働者階級の家庭に生まれる。父は、鉄鋼労働者。1913年、フチーク家は、プラハから、ピルゼンに引っ越す。そこでは、 中立職業ハイスクールに通う。政治と文学への関心は顕著であり、1915年には12歳にしてスロー文という名の新聞を発行した。10代の時、地元のアマチュア劇団に所属して変装のテクニックを身につけたが、それが後の地下活動に役立だった。彼が老人に奮した写真が残っている。1920年、彼は プラハで学び、チェコスロバキアの社会民主労働者等に参加、その中でも左翼寄りになる。1921年5月、この一翼はチェコスロバキア共産党を設立。この頃、プリゼン地方紙のために最初に文化的な投稿を書いた。フチークは文学的な内容を持つ新聞の編集者の職に就く。一方で CPC 内では、 文化研究についての責任者となり、文芸評論と政治的文書とで両立した。この頃、フチークはチェコスロバキアの秘密警察にたびたび逮捕されたが、この時点のそれはチェコの国立警察であり、共産主義活動を取り締まるのが目的であって、謙虚や習慣は過酷ではなかった。1934年には8ヶ月の禁錮刑を免れている。 1930年には4ヶ月間、ソビエト連邦を訪問、非常に楽観的な報告を書いた。1934年7月、アドルフ・ヒトラーが台頭した直後にバイエルン州を訪問した。ミュンヘンにて、チェコの今後の党活動について解説した。1934年、再びソ連を訪問した。多くのレポートを書き、ソビエトの躍動を印象づける。 チェコ共産党内で、スターリン批判をするワイルとジャン・スラビクを相手に激しい議論をする。フチークはスターリンを賛美し、スターリン批判はチェコ共産党にとって致命的だと批判した。1938年、フチークはアウグスチナ・クリニ・ロバと結婚した。1938年9月、プラハ政府が CBC に解散命令を発した。以降、 CBC は地下活動を行う。1939年3月、ナチスドイツがチェコスロバキアを占領した。フチークは一旦両親のすぐチャーティムに帰り、一般的な新聞で歴史や文学についての記事を書くが、すぐに CBC の地下活動を再開した。1940年、ゲシュタポがチャーティムにてフチークを創作したため、彼はプラハへ帰還した。 1941年、フチークは CBC の中央委員会に所属した。彼は紙を提供して定期的に共産党機関紙を発行しようと企画したが、1942年4月24日に偶然の捜査によって6人の仲間と共にゲシュタポによって逮捕される。その時、フチークは銃を持っていた。逮捕されるよりは自殺を選べと渡された銃である。 しかし、そこで自殺すれば、他の仲間が活動家である権威が高まるので、銃は使わなかった。フチークはパンクラーツ刑務所で極中期を綴った。秘密警察の活動は公にはされず、被疑者は多く殺害されるので、尋問や拷問を詳細に述べた。それは貴重であり、心を打つ内容になっている。それは、巻きたばの紙の部分に書かれて、 コリンスキーとホラという名の同情的なチェコ人監視によって持ち出された。1943年5月、フチークがドイツに護送された。2ヶ月以上バウチェーンで、その後はベルリンで交流された。1943年8月25日、非合法活動の角で訴えられた。そして、ナチで有名なローラント・フライスラーによって、死刑を宣告される。 1943年9月8日、プラチェンゼ刑務所にて残首された。妻のグスチナ・フチーコバも強制収容所に拘留されたが生還した。戦後、グスチナはフチークの意向を取り戻して研究した。1947年、CBC の援助により、公主代からのレポートを出版して成功を収めた。1948年、チェコスロバキアが スターリンの支配下に入ると、サチカ不幸化、フチークは政治的意図のもとに検証され、そのレポートも90カ国の言語に翻訳された。共産党は、フチークを宣伝として、利用、等で、最もよく見えるシンボルとして活用した。フチークのレポートは、学校の必読書となり、チェコスロバキアで育った子供は10歳までに、祖国の英雄としてフチークの偉業を教えられた。 その肖像は、あらゆる政治的な会議で大きく掲示された。未亡人、グスチナは、共産党女性部の議長として高い地位を与えられ、何十年もその地位に留まった。多くの場所が、フチークの名を取って名付けられた。プラハの大きな遊園地、市民劇場も、ユリウス・フチークの名を完成られた。軍隊、工場、通りにも、フチークの名が付けられた。1989年、 チェコ共産党は政権の座から落ちた。そして、フチークも調査の対象となった。公衆台からのレポートからは2、2%の部分が削除されていた。また、テキストがグスチナの手によって清書されていたことが明らかになった。フチークがゲシュタポにどれだけの情報を与えたか、また、彼が組織を裏切ったかどうかについて、詮索がなされた。1995年、 完全版が出版された。そこでは彼が拷問に駆使したと見せかけた時の方法が記されていた。フチークはゲシタポにガセネタをつかませた。そのことによりチェコの抵抗運動の中で無数の命を救ったが彼が救ったのは基本的に共産党員だった。一般市民が権利を受ける分は捨てる、共産主義は多くの国で侵略的、欺瞞的。 強制的な形をとるが、それが、ナチス占領下の東欧では、奇跡的に愛国的、民族解放的な情熱と一つになった。その信念と情熱は本物である。また、拷問や監禁に耐える姿は、皮肉にも、ソビエト体制、スターリン体制を批判するものとなっている。ありがとうございます。